遊びに来てくれました。あ、パレットくんって言うんですね。わかりました。じゃあお姉さん、この後はですね、はい、パレットくんと一緒に、はい、今ご紹介いただいたアイサポーターと鳥取フェスタの PR をお願いしたいと思います。お願いします。はい、はい、改めまして皆さんこんにちは。こんにちは。聞こえますか皆さん。あ、聞こえて、ありがとうございます。私たちは今鳥取県で開催されているアイサポートアート鳥取フェスタの PR キャラバン隊といいます。今日はよろしくお願いします。皆さん、私の声聞こえますか？聞こえる？ OK？ 大丈夫ですか？ありがとうございます。今日はですね、キャラバン隊からパレットくんというお友達が遊びにやってきてくれました。昨日一緒に遊びに来てくれたアートリピーはですね、今日はいつもの水平さんのお洋服を着てこの会場に遊びに来てくれていますから、ぜひあのトリピーを見かけた時はみんなトリピーとも一緒に仲良く遊んであげてください。今日はこのパレットくんと一緒にプレゼント付きのじゃんけん大会も開催したいと思いますので、ぜひ皆さんこちらのステージの方までお集まりください。なんかまだまだね、あの人が少ないです。もっともっと皆さんステージの方までお集まりください。せっかくプレゼントも用意しておりますのでね、ぜひあの小さなお友達や大人の方も皆さんステージの前まで遊びに来てください。それでは皆さんが集まってきてくれている間に、アイサポートアート鳥取フェスタとパレットくんの紹介をさせていただきたいと思います。この中でパレットくんに会ったことあるよっていう方どのぐらいいらっしゃいますか？お、ありがとうございます。結構たくさんいらっしゃいましたね。パレットくんは今年の2月、キャラバン隊が結成された時に誕生して、まだまだで、ね、生まれたてほやほやの赤ちゃんです。まだ1年も経ってないね、生まれてからね。今はお友達のアートリピーくんと一緒にこのアイサポートアート鳥取フェスタの PR 活動を一生懸命頑張っているところです。男の子が描いた絵の中から飛び出してきたというキャラクターで、頭のね、こっちの方がギザギザになっているのは、絵の中から飛び出した時に頭がギザギザになってしまって、そして絵の具をね、うっかりたくさん踏んづけてしまったので、こんなカラフルな体になったそうです。実は似顔絵を描くのもすごく得意で、普段はイベント会場でね、いろんなお友達の似顔絵も描いています。今日はね、ちょっとね、紙と筆がないので、ちょっと今日この場で似顔絵描くことできないんですけども、普段からね、たくさんの似顔絵描いてますので、ぜひ今日ね、パレットくんと一緒に遊んであげて、今度イベント会場で会った時に似顔絵をプレゼントしてもらってほしいと思います。どんどん皆さんステージの方まで集まってきてくださいね。はい、それではこの今ご紹介しているアイサポートアート鳥取フェスタなんですけども、今年の7月12日から鳥取県の東中西部さまざまな会場でたくさんのイベントを開催してきました。障害のある人もない人も一緒に楽しめるアートの祭典として、楽しい、面白い、そして感動を皆さんと一緒に共有できる、そんな心温かい大会になっております。たくさんの作品展、そして親子などで参加できるワークショップ、そしてステージパフォーマンスなどなど、楽しいイベントをたくさん開催しているところです。鳥取県では全国で初めてとなる手話言語条例の制定や、町のあらゆる施設のバリアフリー化など、誰もが安心して過ごせる町づくりに今取り組んでいます。そして地域のみんなが障害のある方と共にサポーターになっていこうという取り組みとして、アイサポート運動というものがスタートいたしました。今日私のジャンパーについているこのハート型のこのマークも、アイサポートバッジというね、アイサポートのマークになっています。よく私、鳥取県の街でこのバッジをつけている方よく見かけるんですけども、鳥取県の取り組みとしては、ただ障害があるから助けるではなく、困っている人がいたら助けるという気持ちを大切にしています。そして今年の7月から始まったアイサポートアート鳥取フェスタなんですけども、障害のある人もない人も誰もが気軽に参加できる楽しいイベントとして、今たくさんの会場で開催をしています。いよいよそのクライマックスイベントが11月の1、2、3の3日間に鳥取市の鳥銀文化会館で、クライマックスイベント3日間にわたって開催いたします。
こちらのイベントでは様々な障害のある方たちの団体によるステージパフォーマンス、それからとっても素敵なゲストもお呼びしております。皆さんもご存知でしょうか、川島愛さんのミニコンサートや花原さんのコンサートなども開催予定でございます。どちらとも全てのイベントがたくさんの方に楽しんでいただけるように入場無料、そして整理券も不要となっておりますので、ぜひお気軽に足を運んでいただきたいなと思います。今日も会場内でパレット君と一緒にパンフレットを配布していますので、ぜひご興味のある方はパンフレットからイベント情報をチェックして、この鳥居文化会館に遊びに来てください。11月1、2、3の3日間朝の10時から1日開催しておりますので、ぜひ遊びに来てください。会場ではパレット君とアートリピーも一緒にお待ちしております。